じゃあこんにちは。さあ、ゆうたかさん、はい。まあ、今日もちょっとソフトバンク最近多いんですけれども、ソフトバンクネタが、はい、なんとソフトバンク西武の山川穂高選手、はい、それから広島の西川龍馬選手、さらにオリックスの山崎福也投手を今シーズン FA で獲得しようと調査に出たという記事がバーンと出ました。獲得なのか調査なのか、まあ獲得するか獲得したいから調査してるんだ、はい、獲得調査。これあのまずは山川選手からなんですけれども、これあの去年のオールスターでちょっとベンチ裏での声が乗っかってしまい、あ、そうだね、はい、あ、ソフトバンク行きが決定なんだなと、まあ、まあそうだな、出てた中での、はい、やっぱりちょっと今シーズンいろいろありまして、はい、まあ、西武にそのまま残るんではないか、もうソフトバンクはもう取らないというふうになったんじゃないかというところでの獲得調査っていうところが出ました。フェニックスでもホームラン打ってるしな、はい、うん、まあ、しっかり練習してるんだろうなっていうのは見せてくれてるし、うん、だからそりゃ魅力はあるよね。そうですね、そりゃ魅力あるよただこの、まあね、今シーズン途中までか終盤までは取らない方向性でいってるというふうに、なんかそういうふうな噂はあったけどね、はい、ここに来て、まあ、ここに来て、はい、まあでも起訴されなかったということもあるし、うん、はい、まあ、そういうことから、まあ、問題なしというふうになればね、うん、やっぱり山川の今の状態だとか、はい、そういうものをしっかり把握した上で、うん、まあ、取れるか取れないかっていうのを調査してるんだと思うけどね。そうですね、うん、まあ、ほぼ1年間ちょっとブランクが開くような形にはなってしまったんですが、 そうだね、そのあたりの例えば来シーズンは気にしなくても、うん、まあ、どのぐらい練習体を絞れるかどうかだと思うんだよね、うん、やっぱこういくら練習してもやっぱ試合で使う筋肉と練習だけの筋肉では全然違うし、はい、だからフェニックスリーグに出て、うん、やっぱこうバットを振ってるんだというふうには思うけど、やっぱそこら辺はなんていうのかな、まあ、なんとでもなると思うんだよ、まだ若いしね、はい、うん、だから戻ると思うんだよ、まあ、戻った時には本来の山川に戻れるのかなっていうような感じは持ってるけどね、うんうん、だからどうするかだよね。どうするか、うん、うん、ということ、山川選手は西武に残る、もしくはまあ本当にソフトバンクが行くんであればソフトバンクのどちらかっていうことになります。他球団が、いや、セリーグだってチャンスは多分あると思うよ、うん、やっぱこう中日だってね、はい、考えてるだろうし、そうですね、やっぱ打てる大砲ということで、うん、だからまあパリーグだけではなくやっぱセリーグもある程度考えてると思う。これ仮にじゃあソフトバンクに本当に行くとなった場合、はい、もちろんサードっていうポジション、ファーストじゃないの、ファーストになり、なりますかね、うん、で中村を今ファーストやってるけども、はい、まあ、外野に回したりだとかしていくとは思うけどね。打順っていうところも今3番柳田選手、4番近藤選手ですけれども、5番、まあ、5番でもいいし、うん、まあ、コンちゃんをそうしたら2番で使うと思います。2、3、4で、あ、うん、2、3、4で使う、はい、可能性もある。それ山川が1シーズンやったら、まあ、今年26本でホームランも決まってるけど、はい、うん、そんな話になんないよ。もっともっと、もうちょっと上行ってるよ、うん、だから山川がホームランを取ってておかしくないと思う、うん、フルに出たらね、はい、うん、だからまあそのぐらいの力は兼ね備えてるから、うん、それは魅力はあるだろうね。そうです、だからまあどう判断するかだよね。さあ、続いて広島の西川龍馬選手もターゲットの一人というところで、今シーズン109試合に出場して打率3割5厘というところで、うん、ソフトバンクが西川龍馬選手も、うん、これはどういったことで西川龍馬選手も欲しいってなってるんですかね。やっぱバッティングだよな、うん、やっぱ天才的なバッティングをするし、はい、ただやっぱ怪我がここのところ多いんだよね、うん、だからそこら辺を調査でどう判断するか、ただ山川を仮に取れたときに、中村がやっぱ外野に行かざるを得なくなってきたときに、はい、じゃあ柳田近藤っているじゃない、はい、あ、そうですね、うん、さあ西川入れるとじゃあ中村どうするんだっていう話だから、ここら辺のバランスをどう、誰を取るかによってまた全然取りたい選手っていうのが変わってくるような感じがするんだよね。そうです、ピッチャーは何人いてもいいんだよ、はい、何人いてもいいけど、ポジションはそんなにかぶったらやっぱ力が発揮できなくなるケースもあるから、はい、だからそうだな、
山川が取れたら俺は西川は取らない、やめる、あで西川取ったら山川やめるっていう風に、まあタイプが全然違うからな、どう考えるかわからないけども、だからそうしないとバランスが悪くなるような気がするけどね。そうですね、うん、あぶれるというかポジションが開かなくなってしまうっていう、まあダブルで取ったらとしたら、やっぱそこから不平分子が生まれるっていうことがちょっと考えられるんだよ、なんであいつ取るのって、俺今まで頑張ってきたのにっていう選手が何人か出ると不平分子に なるじゃない。その不平分子を作らない、まあ絶対できるんだよそれは、はい、不平分子はね、うん、でもそれをレギュラーで出しちゃうと今までのなんとなくチームはうまくいかないよね。そうですねと俺は思うけどね。だからそうですね、山川選手取れたら、そう取りたい選手はみんな欲しいと思うよ本来はね、本来は、はい、いやだけどやっぱそれで勝てるっていうほど甘くはないよ、うん、確かに、うん、やっぱチームのバランスだとか働く雰囲気だとかいろんなことを考えて選手を取っていかないと、はい、うん、いやな、根こそぎ取ったからってうまくいくわけではない。そうです、ね、だから誰をどう調査して、うん、今のチームに一番必要な人間は誰なのかっていうことを、うん、やっぱしっかり見極めて、はい、やっぱ取ろうとはしてると思うよ。そうですね、うん、あとまあ西川龍馬選手が広島にもちろん残るっていうことも可能性もあるので、まああるよね、はい、そのあたりのまあどうなる駆け引きとかもあるんでしょうけど、あとオリックスの山崎福也投手もソフトバンクは調査、うん、獲得調査も表明ということで、ここはまあそうだな、はい、山崎福也を取りたいんだったらなんで大竹出したんだっていう話になるけどね確かにそうですよね。いやそうなるんだけど、確かに山崎福也投手今シーズン23試合で11勝5敗、防御率 3.25 というところで、まあ、ソフトバンクは今シーズン投手陣では有原投手の10勝がトップで、42歳の和田投手が8勝というところで、ちょっと中でもベテラン陣ですよね、左左腕の駒不足がちょっと改善、急防っていうところを挙げてますね。結局さ、はい、ソフトバンクって速いピッチャーを立てていくのが好きなんだよね、うん、150キロオーバーだとか、はい、バンバンバン押していくっていうピッチャーが好きなんだけど、うん、やっぱ山崎福也を調査するっていうのは、うん、そうじゃないっていうのに気がついてきたかなっていう感じがするよね。速球派ではないです、ね、だって和田だってチーム2位の勝ち頭でしょそうです、あれ150キロ投げようと思っても投げれないからさ、はい、で有原だって、うん、やっぱど投げたら出るよ、はい、でもそんなに無駄に使わないもん、うん、やっぱこうボールを動かしながら打ち取っていくっていうスタイル、はい、だからちょっとそこら辺の考え方が変わってきてるかなっていうのは感じるよね、うん、山崎福也に調査をするっていう、ね、そうですね、戦略がね、うん、ここに来てちょっと変えてるのかなって、うん、変えてるのかなと、まあでもいいピッチャーだしね、はい、一つそのソフトバンクのピッチャーの中に入ると、うん、全く系統の違うピッチャーが来るから、うん、はい、目先を変えられるとか、うん、それにローテーション入れると全然違ったタイプのピッチャーが先発できるとか、うん、まあ、そういう利点はあるだろうけどね、うん、そうですよね、だけどソフトバンクに行くかね、いやどうなんでしょうね、そこが、まあ、もちろんオリックスに残留なのか手を挙げればもちろん他球団も行くでしょうし、まあそうだね、手を挙げたらやっぱ他球団も行くだろうな。で山崎福也投手というとやっぱり神宮好きじゃないですか、学生の頃から。まあ東京出身だしな、はい、で打席に立っても打つのもね、バッティングも打率いいので、もしかするとセリーグっていう可能性も、まあ、ヤクルトっていうのはあるかもわかんないな、うん、そうですよね、左ピッチャー不足に泣いてるから、うん、はい、ヤクルトはね、どちらかというと、だからまあ東京ということもあるし、はい、まあそうだな、うん、東京に戻ってくる可能性はあるよね、十分ありますよね。あの地元に帰りたいっていう選手はたくさんいるよね、結構いますよね、森選手も地元に戻りましたよね、大阪な、はい、で、まあ、岸も、まあ、古くはそうか古くはって言ったら変だけど岸とかねはいはい、楽天に行きました、そうとか、なんか地元にこう寄っていくのが多いよね、やっぱ帰りたいっていうか故郷っていうのがあるんですかね。まああるかもわかんないね、うん、だからこう生活感、空気感があるっていう、はい、だって俺だって広島へこう行ったりとか、うん、ね、
まあ、山口の隣でしょ、はい、やっぱなんか空気感が合うん、ありますね、西日本っていうの。じゃあ湯高さんが太陽時代、うん、もし次カープからお声かかってたらカープに行ってた可能性は、あ、行く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 、あの吉子さんもいたし、あ、そうか、あ、そうですよね、やんちゃ吉彦やんちゃ吉彦さんもいたしね、はい、あの山崎隆三とかはもう高校時代から同級生で知ってるし、はいはい、いやだからなんかやっぱね、土地の匂いとか土の匂いとか、うん、そういうのがやっぱりねあるんだよ、独特なものが、感じるものが。そうなんですね。ああ、だからやっぱ古巣というか故郷に近いところに戻るとか。そうだね。で生活、子供の時に生活してた、まあ、愛媛とか、うん、ああいうところも帰るとなんか、なんとなく落ち着くんだよ。なんか子供の時のそういう記憶とか空気感って一生覚えてるんだよね。やっぱ大事だと思うよ。だから山崎幸也なんかは、はい、まあ、東京に来ると、はい、また神宮で投げさすとその匂いがよみがえってバンバン投げるんじゃない、うん、かもしれないですね。そう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 。ということはソフトバンク、まあ、もちろん獲得いくでしょうけれども、もちろんヤクルトも、まあ、手を挙げたとしたら可能性はあるよね、うん、十分ありますよね、うん。でまあ、こうなってくるとまたそこら辺で、ね、取れる取れないってなってくると、獲得他に補強のプランも変わってくるでしょうし、ソフトバンクは、うん、いやただ今シーズンね FA で手を挙げる選手っていうのがかなり多かったり、はい、まあこの今3人だけども挙げたのがまだたくさんいるからね、うん、日本ハムの加藤投手もそうですし ね、はい、ね、あとね海外っていう選手ももちろんいますけれども、うんうん、ちょっと今オフさらにバタバタと動きありそうです、ね、いや結構あるかもわかんないな、うん、これはね、うんうん、ありますね。各球団本当にあの潤沢に資金を用意しないと、いや争奪戦になるからね、はい、足りなくなっちゃいます、まあ、マネーゲームだけはやめてほしいけどな、まあ、本来は本来はねそう、まあ、マネーゲームあるところが勝つっていうのはもうそれは仕方ないけどもね。そうですね、うん、はい、まあ、こういったね今日挙げたソフトバンクが獲得調査に乗り出している3選手の動向もちょっと引き続き見ていきましょう。はい、はい。